原市出身、トランポリン競技の坂井亮介です。母の影響で、もともと母がやっていたので、僕覚えてないんですけれども、それ僕が生まれて抱っこしてお母さんが練習に行ったっていうのが始まりなんですけれど、なのできっかけというよりも、気づいたらやってましたね。高校2年生の時にユースオリンピックっていう17歳までのオリンピックがあるんですけれど、それに出場できなかったんですね。アジア大会の決勝で中断してしまって出場することができなかったっていうのが、僕がこうオリンピックを本気で目指すというか、いや、舞台に立ちたいって思ったのはあそこなので、ターニングポイントというか、自分のこう人生を変えるような瞬間はあそこでした。97年同期のアスリートで、こう今何が僕たちにアスリートとしてできるんだろうとかっていうのを考えるきっかけにもなったので、こうトランポリンだけではなくて、どうやったらこう周りの人に認めてもらえるかっていうのを考えれるようになったっていうのは、すごくこう成長したなっていう部分ですし、気づけた部分かなっていうふうに思います。そうやって言われると結構どんな舞台か分かんないから行ってみたいっていう風な思いは強いですね。やっぱり経験した人じゃないとオリンピックって分からないと思うので、僕自身オリンピックがどんな舞台か全然分からないですし、だからこそそのオリンピックに早く行きたいっていうのはあります。特に意識してることを、本当に1本2秒ぐらいの世界で、技が終わってから 0.1 秒とか 0.2 秒ぐらいで次の技の準備をしなきゃいけないので、いかにその 0.1 秒を長く作るか、 0.1 秒、 0.2 秒に、 0.2 秒、 0.3 秒にっていう、いかに早く終わって次の準備をするのかっていうのが僕の中で一番考えてます。自分が多分4人前の時に1回10種目、自分がやる10種目をイメージトレーニングして、で1人前の時にはこう全身叩いたり目薬さしたりとか、叩く順番とかも決まってたりして、乗って1回こう端に寄って自分でこう手でこういう風にイメージトレーニングをして飛ぶっていうのが、その一連の流れが僕の中ではルーティーンですね。伊勢原に聖峰っていう山があるんですけれど、本当に高校の合格をいただいてから、サッカー部とか野球部とかの友達と体力作りみたいな感じですけど、登って降りてを結構本当に毎日っていうぐらいやってました。体幹トレーニングはやっぱりすごいいっぱいしてますし、今だとこう瞬発系のトレーニングというか、こう床の力をしっかり使えるようにっていうトレーニングは最近結構多めにやってます。トランポリン競技っていうのは北京オリンピックから3大会連続で4位ということで、メダルまであと一歩なので、それを僕自身がこじ開けて、本当に悲願のメダル獲得っていうものを目指していきたいですし、本当に皆さんの応援っていうものが僕の力になるので、ぜひ応援していただきたいですし、僕もその期待に応えれるように頑張ります。